はい、皆さんこんにちは。チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG アリーナスタンダードを戦っていく動画を配信しております。はい、今回使うのはですね、悪魔的ボロスですね。何ですか悪魔的って。悪魔的だーって怪獣じゃないのかっていう話ですけど、こいつですね、悪魔的な嫡出係ですね。まあ、ニューカペナーの街角のカードなんですが、サンマナトランプル速攻1、3ですね。で、団結。これでないクリーチャー1体が、あなたのコントロール下に戦場に出るたび、ターン終了時まで、こいつのパワーを2倍にするっていう感じですね。まあ、自分のクリーチャー出せば、こいつがね、パワーどんどん2倍になっていくっていうデッキです。で、トランプルも持ってるんで、めちゃくちゃ例えばね、これ2倍2倍になっていくんですよ。だから、2、4、8、16っていう感じ、32っていう感じで、まあ伸びていくんですが、まあね、破壊しないとトランプルなんで、まあね、非常に大ダメージを与える可能性があると。まあそういったデッキでございます。でね、まあちょっとね、ボロス召集にちょっと似てるかな。で、何が、やっぱちょっとあれなの、ここら辺、アニムパカルとエーデリと地底鑑定士を入れてるんですけど、最近はね、ボロス召集が流行ってますよね。ゴブリン、上機嫌な借りたりで、そのゴブリン出したりとか、まあ、あとは、あれですよね、なんだっけ、飛行のやつ、白の飛行になるやつとか、ひよっこ調査員とか、あそこら辺が流行っていて、一時的封鎖とか、避難への道っていう、要は、テーマな県の全体除去が非常に流行ってると。で、そういったところも加味して、ちょっと巻き込まれないように、ここら辺を入れているという感じです。2マナ以下を、一時的封鎖されちゃうとあれなんで。で、まあ、先導者の号令は、まあ、流行ってんので、まあ、あれですけど、まあ、こいつをね、生かすためにどうするのっていう話ですが、まあ、アニムパカルとエーデリンを使います。で、こいつ、ノーム以外のクリーチャーがね、攻撃すると、こいつにプライ1カウンター乗せると。で、かつ、その X 対ノームをね、出すんですが、こいつに乗っかってるプラ1カウンターの分だけ、出すと。なんで、これ1個、2個、3個、4個ってどんどんプラス1、1カウンターが増えるんですけど、まあ、それとね、ノーム、出るノームも増えていくという感じなんです。なんで、例えばね、プラス4、1、1カウンター4つ乗ってたら、4体出て、これがあれなんですよね、2の4乗になるという感じなんですよ。で、2、4、8、16、32っていう感じで伸ばせると。で、あとはね、エーデリンも非常に良くて、まあ、エーデリン出して2倍。で、嫡出係、こいつ、なんかクリーチャーがアタックしたら、トークンも出ますから、それで2倍っていう感じで、要は2の2乗をエーデリンで達成できると。で、これもあれですね、2の2乗ですね。2倍、2倍か。援軍も、2体出せると。まあ、そういう感じでございます。まあ、あとはね、熊野も1ターン目に貼って、何かをクリーチャー出すたびに、出して、3ターン目に何か出して、で、熊野もついでに3ターン目出るっていう感じで、まあ、あれですよね。これ、さらに増やすことができると。で、あとは地底鑑定士の発見さんも非常に強いですね。地底鑑定士出して、さらに発見さんを行って、また2の2丁みたいな。まあそういった感じでですね、悪魔的な客室係を伸ばすと。これがまあ強いっていう感じなんですよ。強いかどうかわかんないですけど。まあとりあえずね、面白いです。はい。で、早速配信していこうと思います。3マナ毅然たる援軍で稲妻の螺旋嫡出係先導者の号令。まあまずはちょっとね、手順で手なりで進めると毅然たる援軍から先に出ちゃうんですが、悪魔的な嫡出係出してから出したいっすよね。ただ一旦瞬足持ちなんで、相手がクリーチャー出してきたら稲妻の螺旋を先にやるでもいいか。で、嫡出係からの援軍。出てこないね。出てこないな。じゃあ、毅然たる援軍を先にやるか。相手が黒入ってるんで、まあ、トークンと普通の11、まあ、2体出すことで、まあ、経営除去だったら先に使わせられるかなっていうところはありますよね。まあ、ただね、2、2、2使うのもちょっと微妙かなーって向こうも思ってるかもしれないですね。
ん？これはマツァラントリー。はあ、マツァラントリーですか。うん、4種類以上のパーマネントがないとできないんだ。面白いですね。底なし落白でマナ加える。うん、あ、毅然たる援軍もう一枚引いたので、ま、これはどうだろうな。悪魔的な客室係出すか。ただね、全体除去とか、最近避難の道でしたっけとかね、全体除去が流行っ、ね、ちょっとね、嫌なんだよな。このボロス召集系とかが流行ってくると、そういうのがね、流行ってくるんで、うん、出しすぎ注意はあるんですよね。で、青黒か。ちょっと気になるね。シェオルドレッドは出てくるか？ん？伝説のアーティファクト。停滞の棺。うん。アーティファクトデッキなのか。プロテクションすべてを得る。ほー、まあでも2マナ大丈夫ですね。とりあえず行きますか。これで、まあ6点と見せかけて、毅然たる援軍フィニッシュ。これで悪魔的な客室係が強化します。あ、勝ちました。ありがとうございます。今なフェニックス客室係がダブってるな。うん、地底鑑定士、洗脳者の号令、うん、とりあえずフェニックスで、あ、殴る前にあれか、熊野出すか。熊野を出して、あ、要は熊野の2章が重要ですね。熊野の2章で、フェニックスに置くと、うん、そうするとクロックが1から2になる。まあ、これって2倍ですよねっていうところで、まあ、フェニックスのヒナを2ターン目に出すと。まあ、除去されなければの話なんですけど、要はあれですよね。そのフェニックスが出てから除去されるまでのライフスパンですよね。で、何ターンまでに何点与えられるのかっていうところを加味してね。うん。はい。おー、てかあれそうだよね。プラス、そう、11カウンター、そう、出るんですよ、これ。うん。エンちゃんと除去されましたけど。うん。うわー、ちょっとあれだな。3マナ、マナが伸びないな、これは。早くね、マナ伸ばして、うん、先導者の号令か悪魔的な客室係を出したいんですけれど、ちょっとね、ダブっちゃってんな。うん、ちょっと重ため。さあ、相手は、まあ、ゴルガリですか？まあ、のどくみ狙いか。はい、やってきますね。さあ、相手4マナになってきた。そろそろ危ないな。コケモリの戦慄騎士とか、あとは、グリクサ・サンスレア、ベールのジュニアナか。うん。ハンデスかな？うん。まあね、ちょっとこっち重たいからね。地底鑑定士にしますか。ちょっと4マナが重たい。リソースを取るっていう意味では、地底鑑定士すごいいいんですけど。さあ、どうする？先導者の号令を出すか、悪魔的な客室係を出すか。一旦、客室係で、リリアナにアタックしますか。そうすると多分次、リリアナは悪魔的な客室係をマイナス2効果をする。ハンデスじゃなくて、はい、そうすると、1になる。で、はい、こうです。で、次に悪魔的な客室係でもう1回アタックをすると思ったら、ヨーグモスの、ホームカンディックスか。なるほど。あー、コケモリの戦慄騎士。お、山引いた。これは地底鑑定士でいきますか。で、次多分マイナス2個、あー、そうだ、2はできないから、ハンデスなんだけど。うん、熊野だな。熊野を出します。はい、ですね。あ、そう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 。で、ベールのリニアのあれか、プレインズウォーカー、そうだそうだ。こ、クマの忘れてましたけど、プレインズウォーカーにも1点。忘れるなって話ですよ。ごめんなさい。うん。これで、いいんだ。はい。で、相手のハンド1枚ですね。で、コケモリの戦慄騎士がぐるぐる回るとちょっと厄介ですね。うん、ヨーグマスのホーム艦ディックスは、通ると、やっぱりハンドにアドバンテージ
をもたらすので、やっぱりここはねブロックしておかないとダメですね。お、熊野の英雄団2章、客室係をしますか。客室係のそのいやプラス11カウンターで任意していくと結構大きいですよね。あのクリーチャー1体を出すたびに2倍のパワーになるんですけど、なんかね1から2の伸び幅ってあんまりね嬉しくないんですよね。だからあの熊野とかもそうですし、先導者の号令のプラス11でデフォルト2にしておく、デフォルトっていうかあれ誘発を除くデフォルトですねを2にしていくと、まあ1体出るたびの恩恵がでかいですよね。だエーデリン出したら例えば仮に2から4で、エーデリンの兵士で4から8っていう風に上がっていくからっていう、はい、あそうだ、でこれで熊野で、はい、これですよ、熊野エーデリンで、兵士トークンでこれさ2倍2倍2倍ですね。これ多分14、8、16までいけますね。これ除去がなければの話ですけど、さあ英雄団で、そうなんですよ、熊野と非常に相性がいいんですよね。悪魔的な客室係にプラス11カウント乗せますと、うん、でこれで2なんだよ。でこれ熊野が裏返って、2倍の4、うん、って感じ、これ相性いいですよね、うん、で出したのはその3ターン前ですよね。 U ターンで1勝で、そうすると3ターンはこう A でに出せると、はい、これですね、これ出た、はい、出て8でアタックすると、これアタックするとこれ16になる16になりますから、これ投票もらいました、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今だバニコーン螺旋、パカルがダブってるな。パカルがちょっとダブってる。まあ、あれですね。バニコーン出してパカルって感じかな。うん。あー、相手は赤タンか。総員の即走が出てきましたね。ちょっと厄介だから、先に稲妻の螺旋で焼いてもいいかもしれないな。あー、フェニックスも出てきた。やっぱり、うん？でも、ちょっと待ってよ。フェニックスも出てきたけど、平地も出てきてるぞ。これなんだこれ。ボロスだぞ。ボロス召集なのか？でもあれだよな。フェニックスは俺も入れてる。が、総理の即走は、クモノも出てきた。ここまでは赤単なんだよな。平地が入ってるけど、ここまでは赤単なんだよ。ん？マッシュする稲妻？あー。まあ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 。でも、ここで火力を使ってくれたら、まあ、アニムパカルがね、いますから、これ、焼かれなくて済みましたね、そこでね。ただ、英雄弾2章かな。英雄弾3章か。出てくるか。ここでクリーチャーももう1体出てくる。あー、救いか。はいはいはい。でもここまでは赤単だよ。救いも赤単は入ってくるよな、うん。マナはフルタップなんで、ブロックしてもいいか。はい。で、救いは投資。救いちょっと焼いとかないと危ねえな、これ。クリーチャーが増え続けるから。でもあれだよな。そのクリーチャー数が増えてくる、次のターンクマノも裏返しで出てくるし、これでいいか。で一旦これでアタックします。これ総員の即走とフェニックスで2点、クマノで2点で計4点だ。でまだ11点あるからまだ大丈夫だ。うわ即走が出てきた。うわやばい、即走がこれやばいぞ。これは、やばいです。これは、地底鑑定士でやるしか。はい。あ、ハンコンが出てきた。よし。
これはやばいぞ。フェニックスが一体通る？アタックするか。相手の手札は反動はないよね。救いだけだよね。うん。反動の救い、救い。だから呪文引いちゃうとちょっとやばい。総員の即戦争がパンプアップする可能性があるから、これやばいですね。もう一旦だからパカルでアタックせずに様子見。で、ゴータの敵対者は反抗なんでブロックして、まあ回復、3点回復できたらいいなと思うんだが、やっぱりそれも相手は見切って飛行だけアタックか。なるほど。うん。これちょっとブロッククリーチャーを残しておいた方がいいですね。で、ブロッククリーチャーを残しておいていいんだけど、フェニックスはどうせブロックできないから、まあアタックに回す。で、ゴータンの敵対者、いや、ちょっと待てよ。ゴータンの敵対者やめようか。フェニックスでアタックする。で、そう。で、パカルも、に、クリーチャー出すと。こういう感じだな。大体ブロックしないと次のターン、ノームが残るんだよな。で、即走が、まあ、ノームで止まるでしょうっていう。フェニックスでね。これ3点。てか、相手も稲妻の一撃とかあったら、やばいっす。これでクリーチャー出します。はい。これ1点。ちょっと待てよ。でもさ、4マナタあるから、フルアタックはちょっとやばいよな。救済の波動とかが万が一ある可能性もあるし。1マナで赤黒の発生源ゼロにするやつあるよね。ちょっと一旦これだけで様子見。うん。で、3体出るから。これでまず、1、2、3点。はい。で、救済の波動はない。うん。ない場合、まあ、ブロック、まあ、着実にですよね。堅実にアタックしていこう。はい。で、ライフも回復して7ですね。まあ、フェニックスのヒナ。巨大化とかそういうやつもない。パンプアップね。でも、巨海のクマパンがあるからね、怖いよね。そうそう。で、スクイーンも出てくるのだが、まあ、ノームがいるし、ノームで、まあ、スクイーン止まるし、よし、勝ちました。ありがとう。